眠いからマジで多分すぐ寝る。こんばんはです。眠い、もう寝るよ。さあもう寝ます。あ、出張先、まあほぼ出張先というか、まあ今日も明日も仕事です。疲れました。会議学校岡山で流行ったやつ、何それ。アペーシュさんありがとう。あくびしながらでごめんなさい。アペーシュさんありがとう。ランちゃんおめありがとう、本当にありがとう。こちらこそありがとう。クリスマスね、まだ予定入ってない。クリスマス何するんだろう。自分お布団の中です。眠いです。仕事でした。仕事です。今日もめっちゃ動いた。走り回りました。レッドブルさんありがとう。カメラだってもうすっぴんだもん。すっぴんメガネ私。ひどすぎて見せられる。見せもんじゃないわ。奇遇ですね。僕もクリスマスだ。あ、本当ですか。奇遇ですね。君に似合うと思ったんだ。グレンチェックのマフラー。お風呂入った。歯磨いた。宿題やらない。はい。え、そう、ツーピックやばいんだよね。ランちゃんは絶対なんだけど。え、でも、ナノちゃんと、高畑桃花ちゃんと、たぶん、と、ランカちゃんと、ちょっと今、雫も来てて、わーんってなってる。泣いてる？ワンピックっていうのはなんか韓国の言い方でいわゆる推しです。一推し二推しってことです。ぶっちゃんありがとう。情報技術研さんありがとう。ご理解いただけたでしょうか。ピックワンピックはね推しです。私推しって言っちゃうんだよね、よく。一推しはみたいな。二推しはやばい。あくびがほえー、あくびがほえー、がすぐ終わりますね。やばい、お腹鳴る。ちょ、お腹がぐるいました。失礼。ぎゅるぎゅる。ぶっちゃんありがとう。でも胃のね、鳴りが止まらん。今日はね、焼肉食べました。え、そんな、ここがね、難しくて、まあ、ワンピックは固定として、ツーピックを、そのまあ、推したい子いっぱいいるの。それを、もう、正直というか、デビューに行ける可能性がある子に、なんて言うんだろう、絞ってあげた方、正直も失礼かもしれないんだけどさ、あげる方がいいのか、とかさ、考えちゃうよね。下痢とかはしないです。ただただ腸が活発ですね。焼肉写真撮ってな。でもタンいっぱい食べた。今の一押しはね、石井蘭ちゃんが推しだけど、でもいっぱいいる。デビューできそう、なんかその順位で、まあなんだろう、できそうというか、なんだろう、20位ぐらいまでに入ってる人たちの可能性は高いよね。やっぱりもう差はできてるからさ。太田タンタ、何それ、何それ、何それ、どういうこと、どういうこと。なごみ、もうなごみちゃん、そう、私なごみちゃんも大好きですね。なごみちゃんって、ゆきな稼いだ半分おたひよ。いいえ、
ユキナ稼いだ半分以上は生活費です。え、そう、でも別に私はランちゃんがもうとりあえずデビューしてくれたらいいから、ランちゃんは絶対救済票に回さない。え、てかみんな稼いだ費用のさ半分をさ全てオタ費用にできるっていう人はそもそもさ、まずさ実家暮らしじゃないと多分できないと思うのさ。もう一人暮らしとかさだとさ、もうそもそもさ生活費に半分消えていくやんね。そう、家賃、まず家賃でさね。カラケタポッポさんありがとう、きっちゃん天使ありがとう、スリさんありがとう、ラピッシュありがとう。生活費にオタ活費用、いやそこは入ってない。でもあのあれだよ、ファンクラブの月会費は生活費って感じ。食費はね、なんか多分そんな多くないと思うんだよな。で最近なんかもうだってライブとか行くとマジで消える。あと友達と遊びに行くと、友達と全然遊びに行ってない月はマジでお金貯まるそういう感じ。何代だこの星代は何。あ、お弁当はねそんなことないかもしれない、別に普通が。たけるさんありがとう。お金が大きく減らったんす。実家暮らしか、実家暮らしいいんだよね。マジでさ、オタクをするのであれば実家暮らしはマジでもうほんそのさすごい、まあなんかなんていうんですか、大金とかをさ推しに捧げようと思うとさ、マジで実家暮らし必須だと思う。あ、そっち？お弁当作ってないです。あのね、作ろうとも思ってないですね。もうこれに関してはそれを頑張る体力と時間がもう無駄で、時間をお金で買いました。昨日誕生日やったで、ユッキーナおめでとう。トラトーさんおめでとう。何歳ですか？1歳になったんですか？2歳になったんですか？3歳になったんですか？4歳になったんですか？5歳になったんですか？さあこの5つの中のどれですか？30で、はい、正直にお答えいただきましてありがとうございます。イベント年内どうだろう、まだわかんない。どうだろうね、ちょっと今相談中。年内には出せるんじゃないかな、わかんない。詳細は出せないと思うけど日程ぐらいは出せるかもね。もう夕飯をさ作る時間さえちょっと最近ないです。最近本当に忙しくて、お家帰ってくるの12時ぐらいになった時もあります。そうだから、そんなもう晩ご飯も作るのはもう無理です、疲れます。なんか冷凍食品とか食べてるかも、冷凍パスタとか。福たん結婚してありがとう。なんかね、先週までが忙しくて、今週は若干落ち着いたけど、今週もでも言うて9時くらいまで働いてて、9時、8時とか9時くらいまで働いてる日もあります。でもう帰ったらもうまずお風呂入るじゃん。お風呂入って、でお風呂入って髪乾かして、なんか化粧水塗ってってなったら、まず1時間ぐらいいるんですよ。でそしたらもう寝る時間だから、もうあとはちょっと携帯グダグダ見ながら寝るだけみたいな、そういう感じ。ミワさんありがとう。そう、テレビをねつけてないね全く。でもなんかその
ドラマとかは TVer で移動中に見たりとか、移動中にちょこちょこ見たりとか、なんか寝る前に、私なんかお風呂入ったらすぐ寝れなかったりするから、そこで携帯で見てたりする。夜ご飯家帰って食べたりするかな。なんかでもめっちゃデスクでチョコレートとか梅干しとか食べてる。そうやねん、カルピと通話する時間ないねん。別に見れ、なんか見ようと思ってないから別に見れなくてうんとはなってないけど、そう。ちょっとね、今月この11月はね忙しすぎました。カルピと通話する時間ない。そう、カルピいるかもしらん。土星さんありがとう、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 小さな小さな小さな幸せでいい。そう、仕事がねちょっと山場を迎えてましてっていう感じだったの。もう間に合わん、これをどうにか回す、間に合わせるぞっていう感じだったのね。そう、私ね今2年目だよ。今1年、4月か5、6、7、8、9、10、11、1年7ヶ月働きました。雪山彼と羨ましい、架空の彼氏に言っといて。お、桜ねえ、もう私さ、うん、桜大好き。分かんない、架空の彼氏じゃないかもしれないよ。本物の彼氏と電話してるかもしれないよ。桜大好きですね。うん、あ、桜餅、桜餅大好き、美味しい、あんこ大好き。うん、あんこ美味しいよね。ねえ、 AI ってさ、AI ってすごいよね。 AI さ、もう AI だけでよくなっちゃうじゃんね。 AI は君からもらいなき、合ってますかこの曲。プロジェクトマネージャーってなんだ。プロジェクト的なマネ、プロジェクトのマネージャーってことでしょ。そのマネージャーなわけはないですよ。私は2年目の2年目の若造なんで、なんか実務周りをひたすらにやってます。その上で上の人たちが見守ってくれてて、なんか困ったことがあったら「助けてください」って言ったら「助けるよーん」って帰ってきて助けてくれて、で基本的にはもう全部やるって感じ。これ以上できませんってことある？いや、もうギブアップって言ったことはないよ。でも、あ、もう無理かも。え、待って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 、いや、何からやっていいか、何からやっていいか分かんない。ちょっとどうしようどうしようみたいな時はあったことは2回ぐらいある。そう、パニック。なんかもう、やばい、これもやって、あれもやって、あれもやって、これもやって、あれもやってって時に、待って、何ってか、いっぱいあるのは分かってて、何やることか多分正直分かってるのに、何からやっていいか分かんないみたいな時は一回ありましたね、最初。
福たんありがとう。ありがとう、ありがとう、手伝えたくて、あなたを見つめるけど、つながれた右手は、まっすぐな思いを。え、あのね、マジで、え、こう正直、マジで、まあ、私のビジュアルが、もうただの、その全然アイドルっぽくないっていうのもあるんですけど、ただのそこら辺におる人って感じのあるんですけど、本当に私仕事してるとこ見てマジで、あの元アイドルって全く思われないさ。言われた、やかまちさん、なんかいい意味で本当になんかちゃんと社会人すぎてみたいな、アイドル、元アイドルって感じがなんかしない、その会社にいるときはみたいなって言われた。うん、コンタクト。え、なんか最初会ったときはなんかその多分最初その言われた人に会ったときは、この人は実は元 AKB なんですよみたいな感じで、まあ、紹介というか、なんかまあ自己紹介でされて、でなんか私でなんか会社を案内したのねでその時はなんか、あ、そうなんですかみたいな、なんか、え、全然その女の人なんだけど、女性の方なんだけどさ、言ってて、だからなんか、あ、そういう管理官みたいなさ、けどなんかで次その会社来て働いたらマジで普通にそんなに上司とかに、え、こうやってどうし何てしたらいいですかみたいな、なんかこれでこれこうしますねみたいな多分言ってるから、マジで普通に社会人すぎてびっくりしましたみたいな言われた。ヤフーニュースになるわけないじゃん、誰も反応しないよ。だからもう私はもう全部みんなに告知しないどこかな、もうひっそりと。でも基本的にみんななんか自分がなんかそのちゃんといい時しか、ちょっと使い時が使い、なんて言うんだろう、嫌なタイミングでなんか元アイドルみたいなことを使ってくる人はいなくて、そのまあ近しい周りの人に、その自分のチームいるチームというかさ、そう、なんかそのアイドルのことを生かしてなんかができたとか、なんかいい意見を言えた時はなんかさすがとかじゃないけど、なんかそういうさ、メンバーとオタクの気持ちを分かってるわみたいなこと言ってくれるけど、それ以外でなんか嫌な使われ方をすることないかな。全員どうなんだろう、新しく入ってきた人たちは知らない人もいると思う。私が入ってきたタイミングでいる人たちは、まあ、覚えてるか覚えてないかどうか知らないけど、知ってる人はほとんどだと思うよ。いつの間にか知られてたからさ、勝手に入社前から知られてたからさ、私下見誰のことも知らないのに。あいちゃんありがとう、ゆきなんて読めないさんありがとう。え、みんなね興味ないの、みんなね K-POP ばっかだからねもう興味ないんですよ。そのまださ、選抜とかにさ入ってたりとかしたらさ、うおーってなるけどさ、聞いても誰ですかって話だからさ、興味ないんだよ。そう、だそれはありがたいよね。うん。なるわけないよ。なるわけないよ。なるわけない。
そう、まあたまにさ嫌な使われ方をするさ、うん、なんだろう、うん、その人たちはいるんだけどさ、その例えばって言ってもあれだけど、あーなんかここで別に私がもっとこの子元アイドルなんですよって言ったとこで別にあーそうですかってなるだけやんみたいな、ちょっと気まずいだけやんみたいなさ、そういう時は本当に なんで言うかなーみたいな思う時はあるけど、そういう人たまにいるけどさ、基本的には周り本当に周りの人たちは優しい。そうでも全然かまちさんね元気です。なんかでも頑張るの楽しいですね。頑張ってレッツゴーみたいな、頑張ってさ、頑張って、なんかそのやってるやつがうまく進んだりとかなんとかなったみたいな時楽しいタイプです。多分占いでね仕事人間って言われたからさおひさーん、だってさ暇って一番嫌じゃん。なすることないよりさ、することいっぱいある方が幸せだよね。でもちゃんとなんか割と頑張ってると思う。取引先じゃない、普通になんか知り合った人で、そう、あ違う、取引先もあったか、取引先も一人いたか、そうだそうだ、それは一人だけいるね。え、そうなんだよね。まあ本当に、まあ本当になんか近しい周りの仕事する人、いい人。仕事決まらず、やめたん？包丁研ぐのやめたん？え、そうなんよね。暇なほどサージ、そうなの。もうだって例えばさ、入社したての頃ってさ何もできるわけじゃないじゃん、何もできる、なんかそれで例えば資料作る手伝ったり、まあ、雑用というかさ、あ研ぐじゃなくて叩くでした、失礼いたしました。そうなんかさ、それでさ、もうそれをすぐな、もうそれをババババってやってさ、できました、他になることはやる、何かやることはありませんかってずっとさ聞いてやって、聞いてやって、ありませんかみたいな誰か私にやることをくださいみたいなさ、最初そんな時期もあるからさね。ジョニーさんありがとう。そう最初はねみんなそうっしょ。でもちゃんとね何かしらやることをくれるの、なんかどんなもの、いろんなものタイプのものあるけどね、そうなんよね、なんかマジでね。でもかまちは基本的に待たずに聞くように心がけてました。ありますか、かまち手空いてますよみたいな。何でもやりますぜみたいな。言われる立場、ね、そうそう安心してくださいですそうで、ああ探せパターンね、確かにね、そういうところもあるよね。え、マジでさ、マジで思う、私さマジでさ、みんなマジでショールームしてるのが不思議で、ショールームして不思議なくらいね、普通の人、普通のただの会社員雪なんてやめないさん、ありがとう、ファイト頑張ります
頑張ります。まずほんまに活動しとったっけって思うもん。まあもう寝るさ、ね、名刺交換会ガチでやりたいね。名刺交換会、私床まで名刺下げるね。もう超下まで、もう、あ、地面につくまで。え、そう、息抜きにしてる。なんか別に義務とも思ってないし、なんかなんだろう、なんていうん、お仕事とも思ってないし、マジで息抜き。じゃあ会社名何にしようかな。会社名、株式会社。株式会社ってまず無理か。なんとか法人。でもみんなさ、じゃあみんな頑張ってさ、かまちゆきなのと名刺交換できるよう、できる、で、なんで、できる、なんで、お仕事についてみてください。確かに、アイドル枠確かにね。でもさ、一般枠だとさ、みんなさ、なんかやりづらいんだっけ？違うっけ？今、かまち製作所ってあるんか調べたら、あ、出てきたよ。有限会社。あ、違ったわ。かばち金型。かばちでした。かまちじゃなかったです。残念でした。アイドル全然新内舞さんとは違うんすよね。アイカブ存在は知ってるよ。雪な鏡、雪な鏡、みんな雪な鏡だもん。水泥棒は最近してない。毎朝お茶買ってる。マジでさ、ペットボトルってチリツモだよなって思うんだけどさ、お茶を作るのもめんどくさいし、その容器を洗うのがめんどくさいと思うと、ペットボトルって優勝ですよね。税理士法かまち。マジ？やばい、お腹のギュルギュルが止まらねえ。こりゃ。止まらねえぜ。居酒屋ね。え、じゃあ、アマゾンでワンケースで私も買ったことあるさ。だけどさ、それってさ、冷蔵庫にまず入れて冷やして、それをさ、朝忘れんように持ってかんといけんっていうさ、使命が残っとるわけ。それが無理。もう絶対忘れる。うちもウォーターサーバーはあるんやけど、自販機ではあんまり買わん。でも、私ね、都会の女やから、都会の女やから、効果音使うんですよ。そう、効果音使うんです。いいでしょう。ビレッジ、あれあれあれ。明日早い。もう寝る。もうランキング読む。岡山伏せてないよ。岡山ね、よく通り過ぎてるよ。今後とよし、ランキング読もう。高校ってチケットの期限あんの？知らんかった。
そうでもね、実家、お正月は実家帰らなさそう。終わっちゃうよ、もう眠いんだから。私12時なんてもう起きれないよ、この23歳、自分もう23歳だから。23歳で12時まで起きれないです。あー、歩数貯めたやつね。親来てみたいとは言ってるけど、親止めれる場所なんてないよ。無理無理、起きるか。よし、ランキングを読みますね。そうだね、お父さんがもう泣いちゃう。お父さんもね、お母さんもね、多分なんだかんだね、私のこと好きだと思うんですよ。なんだかんだ可愛い娘なんで、こんな私でも。人の子だからさ、寂しがってるかもしれない。13位シュウさん、12位レッドブルさん、11位タケルさん、10位アイちゃん、9位ジョニーさん、8位ドセイさん、7位アオアオさん、6位フクタンさん、5位キッチャンさん、キッチャンさんだって。4位ブッチャン、3位ユキナって読めないさん、2位タラキダポッポさん、1位ラペーシュさん、ありがとうございます。皆さんのヒーローになりたい、私たちヒーローズです。皆さんありがとうございました。ヒーローになりたい、ヒーローズです。はい、すいません、皆さんありがとうございました。おやすみなさーい。